動画をご視聴ありがとうございます。今回は歌手の和田アキ子70が25日日本放送ゴッドアフタヌーンアッコのいい加減2000回に出演、上沼恵美子65が司会を務める関西テレビ解決恵美チャンネルが終了したことについてコメントしたことを紹介していきます。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。解決恵美チャンネルは開始から25年放送回数1056回の歴史に幕を下ろした。突然の終了をめぐっては上沼が局側と衝突し出演を拒否した経緯が浮上している。和田アキ子は最初に、私としてはびっくりしたのは上沼ちゃん、個人的な見解として局との契約は半年、一番短くても3ヶ月と説明した上で、スポンサーの問題もあるし後番組どうするって、それを上沼ちゃんほど25年もやっていて今ちょうど中途半端なんですよと指摘した。10月から新しい番組の普通始まるから今やめてと番組の改変期ではないことに首をひねり、よっぽどのことがあってのことやと思うねんけどと話した。上沼が結婚し一時芸能界を離れたことにも触れ、一回引退っていうかやめられて復活してあの幅があったんだからと彼女の才能を称賛した。拳上げて下ろせなかったら私なんかはスタッフに下ろしてほしい、自分を後ろから歯がいいしめにして上げた拳をね、私が間違ってそういうこと言っちゃったらね、ごめんねって謝ったかもしれないと語った。また自身と照らし合わせアッコにお任せは35年やっているとし、私はずっとやっていきたいと思うもん、みんながいらないって言うまではと持論を展開した。皆さん今回の記事はどのように感じましたか？また今回の報道を受けネットでは様々な声が上がっている。とりあえずきっかけを作った梶原が交番の事情を説明するべきだが、梶原は緊急お騒がせしている件についてお話ししますとしながら宮迫の件について語っている。釣られた、憶測で失礼だけど仕事に対し真剣とか常識のある人、礼儀のある人、おそらくスポーツ界で先輩に対する礼儀を学んだ人や藤井隆みたいに会社員を経験した人、弟子を経験した芸人など一般常識のある人なら上沼さんは噛みつかないと思う。決して好きではないけど上沼恵比寿のことを上沼ちゃんって呼べる芸能人数少ないと思う、と様々な声が上がった。